アキラ。誰かに会いたいようで誰にも会いたくない。酒を飲みたいようで水を飲んでいたい。愛が欲しいようで一人で生きていたい。眠りたいようで目が冴えて、旅したいようで家にいたい。そんな風にただ部屋の椅子に座って過ぎてゆく時間に身を任せていると、体の半分が観葉植物のパキラになってしまうので仕方なく仕事でもするか。右手の葉っぱを揺らしながら鉛筆を削る、植物が木材を削るなどして、ようやくこんな詩を書いているという一日だった。時折床に葉を落とし水を飲みながら、危険な読書。溺れる人が出ないよう図書館の監視員は目を光らせているのだが、遭難する人は後を絶たず、僕らはみんな浮き輪をしながら本を開くべきだった。あのページは潮の流れが速く危険だと何度も言ったのに、無謀にも飛び込んでしまった人、そこに閉じ込められてしまった人、時折彼らを行間に見つけることがあって、遠くの朝焼け、流れ着いたヤシの実、時間の砂粒、ページをめくるたび、僕らは果たして何を手に入れているのか、わからぬまま、黒いインクの波しぶきを浴びながら。こういうのどういうところから思いついたんだろう。ある時に、その、本の中に住んでいるシミっていう虫がいるじゃないですか。石害虫と言われてる、こう本の間の糊とかを食べちゃう。あ、本当にそうなの？そうなんですよ。ちっちゃいあの銀色の、うん、すごい綺麗な滑らかな、こう鱗というのかな、メタリックな虫がいるんですね、シミっていう。本当にいるんだ。実際にあの風通しのあまり良くない、そういう本棚とか古い本の間にこう潜んでいて、何も食べなくても8年ぐらい生きるのかな。すごくまあちょっと原始的な昆虫がいるんですけど、ページとページの間にいたり、こうケースに入ってるのを引き出すと不意に出てきたりっていう虫がいて、それがあの漢字で書くと、あの紙の魚って書くんですよね。なんかその本の中で泳いでいるような、そんなこうイメージを受けた時があって、ある時友人のアトリエに行って、一冊古い美術書を開いたら
ぬるりとその結構大きめのシミが出てきて、声にならない叫び声を上げて、結構高い声がそういう時は出るらしくそうそう、で一体あれは何だったのかなって、そのちょその時はねびっくりしちゃって、でその友人もその虫本に戻しておいてねとかってすごく冷静に言っていて、なんかちょっと白昼夢を見ているような不思議とあの記憶に残る出来事で、うん、なんかもしかしたらその本の世界を泳いでいる魚のようなものなのかなと思った時に、我々もその本の世界に夢中になる時っていうのは溺れるようにページの波間に飛び込んでいく、そういう意味ではなんか似てるなと思って、そっからこうインスピレーションを得て書いた。その体験はでも、あと3つぐらい詩が書けそうだね。いろいろ、そうですね。そう。しかしその詩もきっと、彼らなりの好みとか分類、そう、あるだろうね。なんかやっぱどの言葉が美味しいとか、あの本は上手くなかったとかね、あるのかなとか思ったり、あと、彼らとしてはもう本の世界で静かに泳いでいるから、ちょっと邪魔をしてしまったようなね、すまない気持ちにもなったりしつつ。なるほど。そう、まあ、読書家な賢い虫である。そうですね、もしかしたらいろいろな言葉を食べてきている知識の虫なのかもしれないですね。なるほど。ちなみに、シミの、その英語なりなんなりの、はい、なんか見てみたい。英語はあの、シルバーフィッシュっていうんですかね、銀色の魚で、まあ、本当に銀色。そうなんです、本当にメタリックでキラキラして、不思議な、日の当たるところが嫌いだから、自分から日を受けることは一生涯ないと思うんですけど、それなのになんかキラキラと輝く体を持っていて、なるほど、光がないところなのに光を受けてキラキラと輝く衣装をまとっていると、そう、キラキラした時に死んでしまう。そうですね、そのきらめいた時にはもう一生が終わる時だったり、ね、今回みたいにこう人によって、こう世界から引きずり出されてしまうというかね。